さあ英語食の感想を伺ってまいりましたでは一旦ちょっと下げさせていただこうかと思ってますが、はい、よろしいでしょうか <laughs> いいですか完食ですね見事に <laughs> いや本当に美味しそうに召し上がってくださって <laughs> 普通にマクドナルドに来た人ですよね <laughs> 口もぐもぐしててるさ今回復活したカルビマックですが先ほど若菜さんからもご説明ありましたが98年に期間限定で発売されて、うん、99年2000年2001年と4年連続発売されました、うんはい、それが15年ぶりの復活ということなんですが、うんうん、高橋さん当時このカルビマックは召し上がりましたか私当時10歳ぐらいだった でね、もちろんこうマクドナルドにはあのお父さんお母さんに連れて行ってもらって行ってたんですけども食べたことが、ね、なかったので今回復活ということで私みたいに食べたことない人にもね食べていただきたいなと思いますそうですよねきっとそういう方もいらっしゃいますもんね若い世代の方はねそうしいですね,ですねこれ食べたことないのもったいないですからぜひ。はいさあそして 千原さん、はい、いかがですか過去にこのカルビマックというのは召し上がりましたかもちろん、もちろん。ちょうどね、僕らあの大阪から東京出てきてしばらく経ったぐらいに発売されたんですよ。で当時は渋谷にね、あの吉本の劇場がありまして、そこの楽屋であのしょっちゅう食べたのを覚えてますね、うん。そうだったんですね。公園通り劇場っていうところ。ええあってそこで、じゃあ皆さんで召し上がって。うん どうですか、その当時、そのビーフオンビーフってなかったと思うんですよね、うん、本当に。その衝撃っていうのは。いや、これはほんまに、あのー、よく企画通ったの思いますよね。<laughs> 僕、肉の上に肉の毛を思うんですけど、あったら、はーい、言われます、よ、普通。だいぶ懐広いですよね、これ。そうですよね。じゃあ、懐かしい味ということですね。けど、小林さんはいかがですか。はい、僕も、め、しょっちゅう食べてました、これは。はい。 逆にこの15年何してたんだマクドナルドって言いたいくらい待っていたぞと立ち止まってるんじゃないよとありがとうございますお客様のご意見として嬉しいご意見ですねそういう意見でもきっとそういう方たくさんいらっしゃると思うんですよ私も結構 SNS とか見てると「クッ」って復活してほしいって声れ本当に多かったですからねはいさあ、けど小林さんにとってもそしてジェロジュニアさんにとっても懐かしい味で 高橋さんにとってはね新しい出会いですね。また嬉しいですね。さあ、卒業してから出会い出会いは自由やもんね。あの突然のキラバスやめてもらっていいですか。怖いから震えますからちょっと。本当ですよ。それは後ほどじゃあ後ほどです。さあ続いてジャラさんこのカルビマックどんな時にどんな方と食べたいって思いますか。 いやー、あのー、もちろんねがっつりいきたいなーっていう時も行きますし意外とちょっと小腹すいたなでも全然い行けますよねこれはなかなか本当にもう久しぶりに食べて思いましたけどあ,あのー、な,なんでしょう、不思議なあっさり感がありますねそうなんですねーけど小林さんはいかかがですかそうですすそうね、あと5日で発売なんですよねこれまあ、そのだから5日後にはもう妻と早速マクドナルドに来 ついや、もう目でしょ、あなた。ついや。あと5日、逆に考えれば猶予あるんですよ。まあ、まあ、この5日の間に何かが。何とかします。妻と早速食べに行こうと思います。そうなんですね。まあ、でも、現実的には。宮迫さんととか、どうですか。せっかくですから、あっちの年同士としてご紹介くださったので。宮迫さん。あんまり、いつか。宮迫さんと収録一緒なんですよ。は本当ですか。じゃ、あ合間に行ってきます。あ、明日はまだ。あ、そう明日まだ。はい。二十 このあ1週間後ぐらいに会う予定とかは 1>, 1週間後ぐらいにた、まあ、会うと思います、週間後大阪でお,おそらく収録一緒なんで<ー> 1>, 1週間後ぐらいは5日後以降はあじゃあ、ぜひこの、あのー、味の伝道師として行ってきた、はい、いや差し入れを、ね、あの楽屋にしようと思うんですけど<あ>、はい、皆さん、ご存知ないでしょうけどいい、ね、楽屋の宮迫さんって誰より暗いんですよ。<laughs> メガネかけて漫画読んでるだけなんであと人の人楽屋では。えー、だそっと前に置いときます。あ、それは。はい。ぜひやっていただいて。はい その様子をどこかで教えていただけたら嬉しいです。お母、ねはい、様、どんな人とどんなところで食べたいですか。そうですね。あ、本当にこう女子もペロッと食べれてしまうようなボリュームもありながらも。こうさっぱりした感じもあるので、私の場合は、まあ、ライブ前とか、勝負飯みたいな感じで食べたいなと思ってます。うん、勝負飯。はい。うん、勝負飯。どうでしょうか。肉はね、やっぱり。そうです。もう肉はね、やっぱりこう精がつきますから。うん 元気出ますからね。は,い、はい。さあ皆さんにこういうお話を伺いました。ドナルド、うん、聞いててどう？ねえ、やっぱ本当勝負飯だよね。ね。うん。なんかね美味しいもん食べて元気が出てくれると本当に嬉しいです。笑顔になるもんね。 はい。はいもうどうもどうも素敵なスマイルありがとうございますさあそれではそろそろお時間となってしまいました最後に皆さん一旦お立ちいただいてよろしいでしょうか、はい、その場で結構です、はい、その場でお立ちいただく形で結構ですあ、はい、さあそして正面に向かってぜひですねもう本当にたくさんの方がこのカルビマックも待たれてたと思います第4弾の発表となりましたので皆さんにメッセージいただきますそれではまず剣道小林さんから正面に向かってお願いいたしますはい いよいよ十五年ぶりにね復活するというカルビマック五、えー、日後はみんなで肉まみれになりましょう肉祭りお願いしますはいありがとうございます、はい、それでは千原さんお願いしますそうですね本当にあの長い間待ちましたんで五日後本当にマクドナルドに駆け込んでいただきたいなと思いますドーンと行きましょうはいお願いしますありがとうございますそれでは高橋さんお願いいたしますはいマクドナルド四十五周年記念 キャンンペーングランドフィナーレに本当にふさわしい商品だなというふうに思いました私も肉好きなんですけどこの商品はたまらないですね最後の大復活なので皆さん本当にがっつりドンと食べてくださいはいありがとうございました本日のゲスト千原ジュニアさん高橋みなみさんケンド小林さんそしてドナルドでしたありがとうございましたありがとうございましたでは一旦ご相談いただきます